昨年もですね、この場でお話しさせていただきましたが、次世代につながる金融ですから、貯蓄から投資へというところに新しくストーリーとか付加価値をつけてやりたいと考えてまして、教育と金融というところをつけてですね、日本に新しい金融教育、それから教育をサポートするような次世代を考えた金融の新しいサービスを作るということで、金融業界のイノベーションを起こしたいというふうに考えています。一つはやっぱり日本の企業で教えてリスクテイク、やっぱりどうしてもですね、やっぱりその前向き投資、人材投資、あるいは設備投資は現地日本ではやってください。そういうリスク、そういうインベストメントとリターンは必ず出てくるわけなんですね。やっぱり今まで残念ながら海外設備投資、海外人材投資ばっかりでやって、これは分岐点のために、やっぱり私は企業部門でやっぱりレクチャーします。はい、もともと日本は新しく異質なものを受け入れて、それを調和させるっていう文化を持っていたと思うんですよね。ところが最近はその多様性を受け入れるとか、新陳代謝を起こすというのがすごく苦手になっている。特に今世界の中で、供給が過剰になっていて、新しい需要を作るというのが一番大事になっているので、自分としては新しい需要を作るというのをやっていきたいと思っています。一つは、アジアの成長に、もう一つは、日本の国内では今まで、マネタイズされてなかったタイプの新しい需要、経験とかライフスタイルとか、そういう新しい需要を作るっていうのをやっていきたいと思っています。日本のグローバル人材をね、大量に効率よく生産する、そういうことをやっていきたいですね。そうですね、ワールドエコノミーフォーラム、私のいるところでは Improving the State of the World ということで、世界の情勢を良くするということをやっているわけですが、その中で世界の人たちと日本の人たちをつなげていくというのが私の大きな仕事です。で、日本の中にはまだまだ、昨日の話のように日本の底力があります。その底力をいかにこれからつなげていくかというのは私の課題だと思っています。そういう意味では、ここの G1 で出会った人たちをどんどんつなげていって、世界のフォーラムに関わっている人に限らず、世界のリーダーと日本のこの G1 リーダーの人たちをつなげていくアクションを、4つも5つも、作っていきたいと思います。今年は確実に3つ作ります。何作るかはこれから考えます。よろしくお願いします。どうも。いや、私はやっぱり研究分野ですから、どうやって一番うまくエネルギーを使うか、それに関する研究、その価格どうなるのか、どういうインフラが必要か、そういうことを調べて、説得活動、そういうことではないかと思います。そうですね、私は2年ぶりにアメリカに戻りまして、非常に日本の存在感がアメリカで低下しているということを危惧しています。ですから私は個人としてできることは、多分、日本とアメリカ、あるいは日本と他の国との関係を、さまざまなレベルでですね、強化すること、それに手伝うことですね、政府レベル、あるいは民間企業、あるいはジャーナリズム、あるいは学会、そういういくつかの、あるいはその議員交流ですね、特に日米の議員交流が最近非常に希薄になっていると言われてますので、そういう意味では個人としてできることが限られたかもしれませんけど、一応ワシントン DC にいますので、ワシントンと東京の間、あるいは、あとサンフランシスコにも実は家を持ってますので、アメリカの西海岸と日本、アメリカの東海岸と日本との関係、これは文化とかですね、美術とか、音楽も含めてるんですけれど、日本とアメリカの関係を強化する、やはり日本が最近内向きになっているというふうに私見てますので、そういう意味ではその、個人できることは多分その国際交流ということではないかというふうに考えています。簡単に言いますと、日本のいい考え方、いい商品、いい会社を世界に出ていくためのプラットフォーム作りです。サンブリッジ自身も、12年間、アメリカの企業を日本に持ってきたり、日本の若手ベンチャーに投資をしたりしてきましたけれども、そろそろ僕らの投資先の中にも、あるいはその12年ベンチャー界が頑張った中で、そろそろ世界に出ていく人たちもたくさん出てきました。ただそのうまい成功パターン、モデルケースはまだ存在しないので、そのモデル作り、
ベンチャーの皆さんと一緒にやりたいと思います。でもう一つ、実はソーシャルベンチャーにすごく興味があって、今回福島、裏磐梯に来る前にひまわりプロジェクトの福島皆さんと知り合って、ひまわりを日本全国には、小学校に配ったり老人ホームに配ったり、福島に戻ってきてその里帰りのひまわり種のプロジェクトを聞いて、これは面白いと思って、今年アメリカの方にひまわりプロジェクトを持っていきます。でアメリカの学校も福島を意識する、アメリカに行って往復する種、そのこともベンチャーの世界とは別に、やっぱりこの面白いアイデア、人の元気勇気が出るアイデアを持っているその社会起業家の人も世界とつながるような、まあ、サンブル城を設立した由来からの日米架け橋役として頑張ります。今年はというか今年もですね、金融のパネルを担当させてもらいましたけれども、まあ、昨年来の株高で、まあ、特にですね、日本のためを思ってやってるわけじゃないんですけど、私は海外の投資家はその役目を十分果たしたと思います。ここから先、4月以降さらに株が上向いて、日本経済復活を果たすには日本の投資家の復活と、日本企業の、まあ、内部留保の分配を含めたですね、資金の、還元しかないと思います。そのためには要するに日本人が自分で自分たちに対する自信を取り戻すことだと思うので、そのために、まあ、できる啓蒙活動をしていきたいと、思っております。今回は2回目の、参加になります。ありがとうございます。前回は、日本の課題とは何かという話が多かったかと思うんですけれども、今回は非常に、まあ、自信に満ちた、日本の底力、これからどうやって日本が出ていけばいいかという話が、多かった、という印象です。それに対して私自身はやはりそれをどう、日本の行動をどう、海外に伝えていくかと、こういうところでご協力できればと思います。